僕は鹿の院平蔵。天領奉行で最も多くの事件を迅速に解決する探偵さ。おや君からはなんだか事件の匂いがプンプンするね。早速ここにかけてもらって、詳しく伺おうかな。おやなんだか事件の匂いがする。探偵は探偵らしく振る舞わなくっちゃ。 いろんなところを見回って証拠を集めないとね。ワクワクする事件が間もなく起きる。そんな予感がするよ。さっきの雨で手がかりが洗い流されないといいんだけど。んどこかのずる賢い犯人がびっくりしてるのかな知ってるかい昔ドラゴンスパインで起きた真夜中の殺人事件を。 頑張って。これっぽっちの風邪じゃ、嵐にはなれないよ。おはよう。なんだか元気なさそうだけど、悪い夢でも見た <laughs> そんな反応するだなんて知ってたら、あんな大事件教えなかったのに。お腹いっぱいになったんだったら、脳鍛錬でもしようよ。軽電石 <laughs> あんなのは精神しか鍛えられないよ。 太陽の仕事が終わったら、次は星たちが犯人を見守る番だね。やった寝る時間だ今日はどんな夢が僕を待ってるかな逃げようとする犯人を優れた頭脳で捕まえる。それが探偵の仕事だ。だから、真の探偵は武力を行使する必要なんて全くないんだよ。君が受ける依頼は、 枯れることのない井戸のように尽きないね。だからちょっとだけ参加させてもらってもいいかな。戦闘屋を使い物探しみたいな仕事はしないけどね。興味があるのは謎解きや推理、それに重要な事件だけさ。<laughs> もしそんな依頼が来たら僕に教えてよね。偶然っていい言葉だよね。まるで運命によって定まったって感じ。 でも残念ながら、探偵は偶然を信じない。君との出会いは、それに先立つ一つ一つの選択と行動が招いた必然的な結果なんだ。つまり、僕たち自身がこうなるように導いたってこと。手がかりをつなげて真犯人に迫り、自らの手で破命に最後の一かけらをはめ込む。その時得られる達成感は、くぅ、たまらないよ 童心は、名声だけの職じゃない。犯行現場に最も近い立場であり、探偵事務所にいた頃よりも、はるかに大きい部隊なんだ。もちろん、見回りや逮捕の仕事は、もっと得意な人に頼んだ方がいいよ。探偵の体力は限られているからね。木材について研究したことはあるそう。道端のどこにでもあるような木のこと。もし犯人が木に触れて、木くずがついたり。 葉っぱを踏んだりしたら何か情報を残すかもしれないでしょ木の分布地によって重要な手がかりを得られることもある。つまり木は探偵の親友みたいなものなんだよね。たとえ相手が沈黙していても服装や動作、そして表情から情報は得られるんだよ。もし僕が喋るのをやめたら、君は僕から何を読み取れるかな 天領奉行の法廷で真理を傍聴してみない間もなく破命が完成するかのように真実が明るみになる。君のために最高の席を取ってあげるよ。僕とは関係ありませんってふりをすれば何の問題もないさ。最後の最後で武力を使って抵抗する人がいるんだよね。でもそれが通用するなんて思ったら大間違い。まったく。 僕が期待していたのは完璧な証拠と推理の前におとなしく罪を認める姿だったのにさ。探偵が手を出すなんて負けたも同じだよ。揚げ物でまずい料理なんてある肉でも野菜でも油で揚げたものなら何でも好物だよ。それに、あの香りはお腹が空いている人にはたまらないものだよね。 不行所の夕飯はお品書きが変わり映えしないし、味もあんまりだから嫌いなんだよね。どうせなら、食べたい料理を口にできなくちゃ嬉しくないよ。僕は我慢できないから、こっそり抜け出して、お店で腹ごしらえするんだ。かわいそうでしょわあ、これは美味しい。きっと苦労したでしょう。ありがとう。料理って肉体労働 それとも頭ズノーロードもしかして両方なのかなさすが君だね。とてもうまくできてるよ。きっと、どこかでミスってると思うんだよね。どれどれ。今日は君の誕生日なんだってね。君をカラクリとプレゼントの詰まった密室に連れ込んで、自力で脱出してもらいたい。なんてね、確かに思ったけど、冗談だよ。 君が喜ぶって確信するまでそんなことしないから。ほら、ついてきて。日が暮れる前に、とても素敵な景色を見せてあげる。君は僕に強くなってほしいのかな。そんな気がする。武力は鍛えられたけど、頭脳もこれくらい伸びればいいのにな。おっと、本当にみんなの言う嵐になっちゃいそうだよ。 相棒、僕を信頼して、助けてくれてありがとう。ここまで来れたのは君のおかげだ。ハイタッチしよう。これからもたくさんの謎を解き明かしていこうね。くらえ言い逃れはさせない行くよ罪を認めろ嵐しよう 霧を晴らせお宝を逃がさないでよ。ほら、僕の勘はよく当たるだろう。うわ、眩しいちゅ、言葉じゃわからないのかい正気じゃないね。こんなの、探偵の出る幕じゃない。こんなこと、真実とは認めない。 安定が被害者になっちゃうなんて。この僕が間違えるとは。やめなよ。面倒だな。また事件が起きたって壁に突き当たったのかい相談に乗ってあげるよ。さあ行こう、相棒。